はい、千飛び17回始めます。あれ17回あ、間違った、18回だ18回ね、すいません。今もう朝4時47分って言ってね、朝ですよ、もう。ただ私、うん、あのサングラスかけてるし、その今日ちょっと曇りみたいなんでね、この宮城県南部、あのそんな明るくないんじゃないかな、うん、はい。別にあの私の姿を見せたくないっていうわけで暗いとこやってるわけじゃないですけど、あのだいぶね、喋ったんで、ちょっとね、もうやっぱり5時近くになるとね、帰りたくなるね。あの今日夕方から仕事だしあの寝なきゃいけないし、ご飯食べなきゃならないし、風呂入りたいしっていうことで、もう帰ろうかな、これで。帰ります、今日これ最後にします、はい。ということで今回最後、今日最後、千飛び18回ね、将棋人口は500万人、囲碁人口は150万人っていうことで出てます。これ誰だ、大阪商業大学 アミューズメント産業研究所主任研究員っていう方、これ読まないな、古作昇さんっていうのかな、古いに作るに昇る、竹下昇る昇る、山昇るっていう昇るね、のさんがの記事ですね、うん。まあ将棋と囲碁ね、将棋人口、うん、500万人、囲碁人口150万人っていう、それだけの記事なんですけど、まあ今将棋界盛り上がってますね。藤井聡太五冠ですか、うん、今若干20歳で将棋界の頂点に立つということでね、で今ネットでね、アベマ TV とかの将棋チャンネルとかね、盛り上がってますね。あれ結構将棋をやらないけど見てる人、この記事にもありますけど増えてるみたいですね。これうん、10月31日にレジャー白書2022が発表されて、うん、将棋人口は前年の、530万人から500万人に減ってると。で囲碁人口も前年の180万人から150万人減ってると、まあ、共に減ってるんだけど、将棋と囲碁ではだいぶ違うということを書いてます。まあ囲碁はね、今やる、これどっちもやる人メイン、うん、将棋人口囲碁人口って言った時に、見る人じゃなくてやる人ね、やる人の人口で言ったら共に減ってる。ただ将棋に関しては藤井聡太五冠の活躍もあり、あのだいぶね、テレビで見る人、テレビとかネット、うん、で見る人が、将棋ファンは増えてるみたいですね、うん、はい。ただ囲碁に関して言うと、これ囲碁の実際する人の人口減りまくってるみたいですよ、うん、これによると。あとやる人もね、高齢化、うん、進んでるみたいですね、囲碁の世界では。もうはい、将棋はね、日本盛んなんですよね。囲碁は日本盛んじゃないですねあの囲碁でまあいろんなタイトルありますけど、囲碁人口少ないでね、日本ではあんまり囲碁のタイトルとか今日なんていうのかな、注目度低いんですけど、やっぱり韓国とか、まあ、囲碁は東洋ですよね、うん、こっちの中国とか韓国とか日本とかこっちで盛んなんですけど、まあいろんなタイトルの、うん、いわゆる世界チャンピオンみたいなのは大体中国とか韓国、うん、これもう小学生低学年ぐらいから始めないと、囲碁の場合は。でそれならそれで専門で行かなきゃならないっていうことで、日本の場合ちょっと弱いみたいですね、うん、歴史的に囲碁、うん、はい。あと私もね、個人的に囲碁、うん、若い時チャレンジしたんですけどね、独学で。難しい囲碁は、うん、分かりづらい将棋より、うん、将棋は勝った負けたがはっきりするけどね、王様詰めたらそこまでっていうのはチェスと一緒でね、囲碁はどこ、まず未だに分かんないもんね、どうなったら終わりなのか、うん、どうやったら勝ちが決まるのかっていうのがよく分かんない、うん。で囲碁も取ったりするんですよね、石をね、取ったら勝ちなのかね、うん、どう見ていいのか分かんない、全然囲碁は難しい。で囲碁の場合はなんか70代以上の人口、うん、参加者が多いみたいでね、これからもう高齢化が進んでて、うん、うん、男性の70代以上が占める割合、囲碁、うん、これが 31.7% ですか、うん、だから囲碁はこれからどん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 減って、今150万人の人口が囲碁ファン100万人を下回ると
若い世代の普及が進まない、そりゃそうだ。ただ将棋は若い世代結構ね、今注目高まってますからね、藤井五冠の話、あの活躍もあり、将棋は割と、うん、先行き明るいんじゃないかと。スポンサーも多く、うん、あの出てきてるみたいだし、うん、あのアイマ TV の将棋チャンネルなんていうのは随分見てる人いると思いますよ。私も、まあ、時間あったら見たいなって思うぐらいだもんね、あのタイトル戦とかね、うん、まああれをねずっと何時間も見るっていうのはちょっとね、行って行って行ってごとに10分とか30分とか待つっていうのは結構大変ですけど、はい、見りゃ面白いんですよね。あの早指し将棋なんか面白いですよね、あのチャッチャチャッタと、うん、名人戦とか王将戦とかになるとね、1点につき30分とかかかると、まあ普通の人は見れないですよ、ライブでは、うん、はい、ということで将棋人口は今500万人、今人口は150万人ともに減ってっては来てるんですけど、まあ、将棋と囲碁ではね、これから日本における、うん、プレイ人口先行き全然違いますってこと、将棋は明るいと、うん、囲碁はちょっと暗いというお話しました。これで帰ろうかな、はい、ありがとうございます。今19日か、今度ね3日後なんでね、今日だいぶ喋ったんで3日分ぐらい撮ったかなっていう感じです。はい、明るくなったね、明るくなった、あもう1本ぐらい撮ろうかな、はい、またお願いします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。失礼します。